さあ続きまして、フォートナイトの中に人気キャラクターカナヘイの小動物ビスケ&ウサギのオリジナルマップがですね現在公開中でございまして、ということなのでそちらをですねプレイしてみたいと思います。こんな可愛いのは、これさあ今回なんとですね、有吉のために、オリジナルマップの中に特別ステージを用意してくださいました。はい、一体どんなゲームなのかルール説明をいたしますね。コインを集めてゴールを目指すゲームでございます。プレイヤーはコインを9枚集めて自分のコインを1から3まで、アップさせると。そしてレベル3になるとジャンプ台が現れるので、それをジャンプするとゴールへ行くことができるということでございますね。同時に8人までプレイ可能ということで、今回4人でプレイして誰かがゴールした時点でゲーム終了となります。さあじゃあまず4人どうしましょうか。有吉さん、誰どうしましょうか。じゃあそっち側4人でやります。そうしま、もちろん。毎回やらないじゃない。最近やらないこと多いからいいかなと思ったんですけど。大丈夫です。いいですか。僕らは見守りますんで。はい。僕らいつも支えてもらって悪いね。じゃあそうしましょう。じゃあお願いします。皆さんでやってください。はい、それではゲームスタート。書いた。どこにあるかとかあるの、コインが分かんのかな。すごいレベル2とか、地図でなんか目の前にあるんでしょ。ピスケとカナヘイの絵が書いてるんじゃないの。有吉って看板あった今。そうですね、特別に作ってくれたんですから。有吉、本当だ、すごい、すげえ。これどうやってゲームの世界に、あ、来た、特別に作ってくれたさえましたから。コンサートやってない、すごい。カナヘイが、あれカナヘイのコンサート、カナヘイのコンサート。ピスケはどこだ、ライブ中。ピスケ横にいるわ、ちっちゃいのが。あれ、あ、何あれ、なんだっけ、すごいロゴが前に出てきてた。メロカマちゃんだ、メロカマちゃんだ、メロカマちゃんのなんか、メロカマちゃん、メロカマアリーナーでおなじみメロカマ。まだいたの、メロカマちゃん。あ、後ろに赤ちゃんバナナのリュック背負ってる赤ちゃんピーリーの。はい、さあそれでは準備ができたようなので、ゲームスタート。さあ誰が一番最初に何これ9枚集めて、何これ、コイン落ちる、落ちる、どこにコインがあんの。あ、落ちた、探してください、探してください。あ、めっちゃ、あれ今コインがあったのに、めっちゃ落ちる。何、落ちたらまたコインはどんな、これほら今ほら一緒に出るでしょ。コインが降ってきた、消えますよ、消えますよ、ほらあるよ、あるよ、コインどこ。え、今田中の目の前にコインが、あ、現れた。でも逃げるよ。これ何、なんかコインどこ。あったあったあった、あ、ほら見え、なんかコインが消えたり、なんだなんだなんだ。そうですよ、あれこれ押してくる、どこにコインがあるの。あ、出てきた瞬間止める。音、押される押される、あのメロカマちゃんに。メロカマちゃんを、メロカマちゃん押してくる、メロカマちゃんめっちゃ押さえ、メロカマちゃん避けてください。え、これでも有吉用に作ったってことでしょ、メロカマちゃん。すごいね、すごくない。え、どこにあるの、コイン。あった、あれコインが消えちゃう、一回も見れてる。あ、落ちちゃった、落ちちゃった、約束。なに俺、なんか変なキューブみたいになっちゃったんだけど。何？あ、え、どこにコインがあるの。あった、あったあった、あったり消えたり、あったり消えたり。タイガーが取った、タイガー。あったよ今、誰かに取られちゃった。1枚取ったよ、タイガーが1枚取りました。あった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 、あ、落ちた。マジで取れない、先に進みすぎてる。あ、そのステージ内でやんなきゃいけないの。え、ん、どこです、ここ。あれ今コインいたのに消えちゃった先に進みすぎた、後ろ。あ、このいたいたいた、この中でやんなきゃいけないの。あ、落ちちゃうな、コインあったのに。あ、コインあった、この行ったらなくなるんだけど。あ、落ちた、届かない。え、むずこれ、カナヘイの前でやんなきゃいけない。コイン見つけ、あー、また同じ穴に落ちちゃうんだけど。穴を、ね、穴いっぱいあるので。あー、コインやった、あ、取られちゃった、あー、取られた、すり抜けた。やばい、メロカマちゃん、メロカマビーム、メロカマ、コインやった、あー、よーし、1枚取った、よっしゃ、全然取れないんだけど。さあ、あった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 、めっちゃ落ちるよね、めっちゃ落ちる、穴がめっちゃ開いてる、すごい落ちる。あ、コイン取ったんじゃない今、あった、いただき、いや、ちょっとメロカマ、よし、メロカマじゃない、どこ。田中2枚、今2枚、今2枚、なんでみんなそんな取れんの。あったあった、あ、消えた、目の前来た、ラッキー。え、あったあった、1枚ごとに10個ずつあった、
レベル3になります。あれ今さ、田中3枚目取ったよね。俺今3枚取ってる。レベルアップって出てきた。レベル3になった。レベル2になった、ニブちゃんが。あ、レベル3になったら。田中レベル、おっと。ねえ。行ったら引き返さなきゃいけなく、メロカマちゃんが。あったあったあった。メロカマやめて。この中でやらなきゃいけない。このメロカマビームの中で。コインなくなっちゃったよ。メロカマうまさが、あ、ありますね。あら。どこ？あ、コインが。あった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 。どこどこ？落ちるんだよこれ。よし。あ、ちょっと。あ、田中さんが。あったあったあった。あった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 。取れた取れた。レベル2になった。このなんか間のブロックみたいな間で やるしかないですよね。レベル2になったよ。メロカマちゃんの間に。レベル3まで行ったら自分の前にジャンプ台が現れますからね。ちょっと田中さん取らないで。田中今何枚目？5枚目。レベル2ので1枚取ってます。嘘。あと4枚取ったら俺ゴール。え、あと4枚？はい。あるのに悔しいぜ。どこにいんの？コイン。あんな奥にコインが。あ、いたいたいた。コインがあった。メロカマに邪魔されなければいける。よし。そう。あ、田中さん取らない。田中早い。よし、もう一枚。あ、取れた取れた。よっしゃ、取れた取れた。あと2枚。やばい。あと2枚。あ、ちょちょちょ、メロ。マジメロカマにすごい邪魔される。田中、さあ田中、取らないで。あ、女同士のニブちゃんに取られた。女同士のね。あ、田中さんが水得意だ。あ、ダメだった。田中、はい。あ、ダメだ。あった、右の方に出てる。あ、あと1枚。あ、今のノーカウント。取れなかった。あ、左にある。あ、ねえ、なんでこんな落ちるの。めっちゃ落ちるな。落ちてもまたすぐ復活する。あ、ダメだ、メロカマに。あ、いたいた。コインあるんだけど。あ、落ちる。今のは消えた。取れてない。取れてない。取れた。消えるんだな、すぐ。そうなんですよ。コインが消えちゃったと思ったら。あ、目の前に。コイン。あった。ニブちゃんに取れた。ニブちゃんレベル3になった。ニブちゃん何枚取った？私何枚ですか？レベル3になったよ。横横横にいる。ジャンプ台。あ、ちょっと、もう。え？手前？手前？手前？ジャンプインってことは？田中いなくなった。あ、ジャンプ台あるぞ。ジャンプインって書いてある。私、じゃあもう行っちゃいます。あ、ダメだ、待って。あ、あれだ。悔しすぎる。ジャンプインって書いてるやつだ。お、田中何やってる？どこにジャンプ台？いや、違う、田中まだコイン取ってないから。レベル3になった人しか見れないでしょ、これは。なんか私、うん、だからニブちゃん、ニブちゃんジャンプイン。これでジャンプイン。それでこれ上に。あー、最後のコイン取って、取ったらレベルアップ。ウィナーエリアに行ってどうすんの。はい、ニブちゃんゴール。やったー。ゴール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 。すごい、かわいい。ねえ、これがカナヘの小動物、ピスケ&ウサギの。かわいい。ねえ、オリジナルマップでございます。メロカマちゃんとかもすごい。どうでした、ニブちゃん。すごかったです。結構やっぱコインが現れたら消えちゃったりするので、結構運も大事だったなと思って、ね、結構たまたま目の前に現れたりして、でもすごい可愛くて、こんなステージ作るの？こんなキラキラにね、できるんですね、すごい。メロカマ、ね、可愛いでしょこれね。はい、